井正史 VS 林一樹、はい、3組目、高橋一樹 VS 上野隆弘、はい、そして末永直人 VS 畑中慎吾というカードになります。はい、さあ、趣味ですね。いよいよベスト4進出をかけたベスト8の戦い、はい、前回ね、すっかり忘れてました。8位になってたの、ついこの間、つい最近が8位だったんですね。だけど、話としてはこれっぽいのがいいかなと思って言い切っときました。あー、知ってたのね。そう、知ってました、知ってました。もちろんですよ、当たり前じゃないですか。もう一つクレームがある。なんすか、なんすか。みんなね、パブレット持ってるでしょ。はい、プロラン出身の俺のラン、はい、年齢48になってんだけど。あ、間違えてます、間違えてます。俺ね、46だからね、まだね。あのね、それもちょっと上積みしといた方が面白いかなと思って、ちょっと上積みしときました。あ、乗っかってるから。はい、そうです、分かってますよ。はい、どうも、頑張っていただきたいと思います。はい、上野さん、簡単やん。すいません、本当に上野さん、ごめんなさい。はい、現場お返しします。あのね、これにさ、さっきこれ振り切った後に、確かにね、これ気がついたんだけど、あれ、全然8位やん。ついこの間、全然進出してたわと思って、それでも話が面白いからいいやと思って、そのままほっといたら気がつかれました。あの、パーフレットの年齢も違う。あれ、全然違うんですね、あれね。まあ、今の2018グランツーリスモグランプリシリーズ、北海道の予想、ランカボン、一勝勝ち、水素ベスト8、カーナンバー35、川端誠と、バーサス、カーナンバー8、日比野哲也。3、2、1、GO。 さあ、いよいよです。生徒1組目、川端誠の佐向に TR、 後ろから日比野哲也です。2点、佐向に TR、 川端が上がってきた、思い切りやってきた。それに対して F2 点、ピンサーを追いかけ、ピンサーを追いかけ、しかしこれは先行の走りがものすごいの。そうですね、はい、はい、あ、高いランク、4番目でこれ川端が得点としました。 98.08 の走り、いい時と怒ってるんですかね、これサングラスと怒ってる方かな。そもそも覚えてください。さあ、入れ替えの2本目ということになります。1本目はイーブンだ。2点と3号 GTR の対戦だ。どういうことになったか、9点では川端も3号、今動き出してスタートしてくれ。1コーナーに進んでくる。さあ、どうなるか。
組目ということに。はい、マラブさん。はい、あ、佐々木さん。とりあえず今情報だけではエンジンブローという話。ただまだちょっとリタイア届けは出てないので。はい、わかりました。さあ、どうやらあのさ、少ないかな。そうですね。スーパーイモカレーも行ってしまう。
焼きアップされた状態からちょっとわからないですけど、あれですと、さあ入れ替えの2本目ということになりました。田中彦先行、後追いセーナーアウト。さあこのセーナーアウトの先に何かちょっとトラブルがあったのか、大丈夫なのか。さあ1ランプから取っていかなくてはならない。セーナーアウトは後追いに行ったら入るかどうか、深いところに入る。やばい距離ですね、これ。これは 1.5、 最低でも僕 1.5 は行ったと思いますよ、これ。これ1じゃないですよね。これ抜き差しでしょ。これちゃんと合わせて待って。はい。いや、これ来ましたよ。これは、うわ、逆転だ。逆転だ。これは最低 1.5 僕は行けたと思いますよ、これ。さあ、どう出るか。ワンランクアップした田中慎吾、入れ替えでセーナーアウトは遠い。さあどう出るか。最低当然1は当然逆転か、カノンですか。カノンです。いやー、他 1.5 いけたんじゃないかと思うんですけどね。出ました。うわ、いや2ランク取った。頑張ったけど、セーナーのアウトが良すぎた。すごい。